東口市の山口駅は、兵庫県丹波笹山市大沢寺港福の壺にある、西日本旅客鉄道福知山線の駅である。駅番号は、JRG69。丹波笹山市の代表駅。福知山線における、境界駅の一つで、アーバンネットワーク及び、JR 宝塚線の愛称区間、さらに愛子家の利用可能区間の終端である。 2021年3月13日に、福知山方面の各駅でも利用可能になった。かつ案内上でも、当駅から大阪方面は JR 宝塚線、福知山方面は正式名称の福知山線と名称が区別されている。よって、以下ではこの形式に従い、それぞれを別路線と扱い記述する。特急、高野鳥が全列車停車する。 駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、福知山線の福知山市社間内区間である、広野駅丹場武田駅間の各駅を管轄している。なお、1972年までは、篠山市街地に向けて、篠山線が伸びており、その始発駅でもあった。2009年の篠山市市政志向10周年に向けて、商工会が中心となって、 丹波笹山駅に駅名を変更する動きがあり、1万名を超える署名も集まったが、約8000万円の費用を要すること等から進捗していない。現在地に駅を建設するまでに、半角鉄道が予定していた篠山市西町付近を通るルートを地元の反対のために中止、最終的に現在の地に駅が作られることとなったとの説があるが、当初より、半角鉄道は、 篠山市街を経由するルートを想定しておらず、典型的な鉄道機械伝説の例となっている。古戦橋からの眺め3番線、4番線ホーム4番線に、重列停車する、丹波路快速大阪行と普通福知山行、何和食堂短式、島式の複合型2面3線のホームを持つ、京城駅である。改札口は、京城の1箇所のみ。短式、島式の、 各ホームの間に抽選があるため、2番乗り場は存在しない。各ホームには、駅弁などの軽食を提供する、何は食堂があったが、2011年2月に、駅弁の販売は終了し、後に閉店し、改札外コンコースに、セブンイレブンキヨスクがあるのみ。上表の路線名は、旅客案内上の名称で表記している。本線は、上りが1番乗り場。 下りが3番乗り場だが、3線ともに両方向への発車が可能。ただし、1番乗り場へは、福知山方面からのみ入線できる。運行上の境界駅であるため、普通、快速列車の乗り継ぎを、島式ホームで行えるようにしている。その関係で、発着番線は一定しない。発着番線の目安は以下の通りである。日中は1時間あたり、 特急、コウノ野リが上下方向に各一本、大阪方面へは当駅折り返しの区間快速が2本、福知山方面へは当駅折り返しの普通が1本、発着する。大阪方面、福知山方面ともほとんどの列車が当駅で折り返しており、特急以外で当駅をまたいで運転されるのは一部の丹波路快速、普通のみである。快速、区間快速の運行区間は、 大阪方面から東駅までである。朝の大阪方面行きと夜の到着列車は本数が多くなり、JR 東西線直通の快速も乗り入れる。兵庫県東継承によると、2016年度の1日平均乗車人員は3532人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。東西に山が迫るが、国道や県道沿いを中心に、 住宅街が広がっている。駅舎の共常化善は、東口から伸びる弁天地区が、旧、丹南町の中心地であった。駅には、国鉄の購買部を前身とする、ハートインと前述の、何和食堂があるのみだった。共常化後の駅舎には、国道176号に面する西口が、新設された。西口周辺は、都市再開発地区の指定を受けており、 周辺の整備と急速な開発が進んでいる。西口ロータリーに終日利用可能な公衆トイレがある、その市の線発祥の地域山市サービスが運行する事前予約制高速バス、アミーゴを除き新規グリーンバスの以下の路線が発着しており、同バスではアイコカやピタッパ、ニコパが使用できる。かつては西日本 JR バスがその市の線として服従。 その部方面に向けて運行していたが、利用客減少に伴い、当駅福住館が2002年3月31日、福住その辺駅前館が同年9月30日をもって廃止され、撤退した。本市の山バス停の近くには、その市の千発祥の地域がある。このほかの山営業所当駅兵庫陶峠美術館間の直通バスも、夏季周期の土日宿に運行される。 かつては駅構内にあった何わ食堂では以下の駅弁を販売していたが閉店により駅弁販売がなくなった。ありがとうございます。